おはようございます。朝の動画日報ボリューム9ということで、本日も良い天気なのでちょっとベランダに出てみましょうね。本日も一つ二つ詩をご紹介したいと思います。こちらはですね、今日は死ぬのにもってこいの日、これはペンネーム木戸さんが、15年前ぐらいに、くださいました。話題にもなっているし、一つ。今日は死ぬのにもってこいの日だ。生きているものすべてが私と呼吸を合わせている。すべての声が私の中で合唱している。すべての美が私の目の中で休もうとしてやってきた。
あらゆる悪い考えは私から立ち去っていった。今日は死ぬのにもってこいの日だ。私の土地は私を静かに取り巻いている。私の畑はもう耕されることはない。私の家は笑い声に満ちている。子供たちは家に帰ってきた。そう、今日は死ぬのにもってこいの日だ。今日は死ぬのにもってこいの日だ。最後までお付き合いいただきありがとうございます。最後もアシスタントのディプシーさんに登場していただかないと終われません。いつもありがとう。もう不気味って言わないよね。言わなくなったよね。もう不気味じゃないよね。じゃあまたね。それではまた明日お目にかかりましょう。皆様、今日も良い一日をお過ごしください。